お疲れ様です。ラットです。というわけで今回もね、クラッシュライラやっていくんですけど、今日はですね、こちらのホグデッキを使っていきたいと思います。で、こちらなんですけど、見たことありそうで見たことないと思います。はい、なんか 2.6 ホグとはまたちょっと違って、大砲がミニペッカになっていたり、なんかコウモリ、なんかミニペホグとかもね、今まであったりしたんですけど、そうした場合なんかプリンセスだったり、なんかいろんな形のホグデッキの、なんかね、混ざりバージョンみたいな感じなんですけど、なんかね、こちらがですね、グラチャレ、まあ、マルチもいるんですね。マルチこのデッキでマジで一桁入るか入らないかぐらいのところに、一人上がってるのと、あとは、グラチャレですね。グラチャレでもこのデッキ今結構増えてるんですよね。12勝に。なんで、まあめっちゃ高回転なんでね。高回転得意な方には超おすすめしたいですね。結構難しいですね。なんか今んとこ使ってるんですけど、やっぱ施設プラストルネードとか、結構ホグに対してこう、メタとなるカードがちょくちょくやっぱいるんですよね。なんでそれに対して、こう、やっぱ勝てないといけないっていうので、まあそういうね、アイスイズ施設とかには、よいしょ。これなんか出たら惜しかったんですけど、これ、あー、いいスケっすね。これやばい。エリゴリ来る。エリゴリ来て、チンチンやんってなるかも。やばい。あ、ザップしかも。謎にザップなのやばいんですけど。ここはまあ、一回強ですね。これもう。ダクネマジアチャー、ザップ。何ですかね、これ。マスケット生かしていきたいですね。ダクネマジアチャー、ディガーザッパー、ジャイですね。これジャイ。ジャイホリだ。ジャイホリ。高回転のウッドザップジャイだと思うんで、まあ、ミニペとかがない。ミニペじゃないわ。あれがないと思うんですよね、あれが。ファイアボとかがないと思いますので、このマスケット生かしていきたいですね、僕としては。よいしょ。で、スケとかコウモリで頑張って延命します。ここ延命できるだけで、相手結構ね、このホグをメインで溶かすカードがあんまないと思うんですよね。よいしょ。これもだって自然とカウンターできてますからね。これ結構きついんじゃないですかね。まあ、スケがいい感じに働いてますね。受けがうまい。いや、このね、小物に対してザップとかあればいいんですけど、まあ、ウッドでね、はい、全然やっていきます。ダメージ追いついてきましたね。でここは、まあ、軽く回収しつつ、ザップあるんで、正直コウモリがいけないですね。正直ね。コウモリいっちゃいますね。相手ジャイ出してるんで、そんな、ないと思います。こう5打って、よいしょ。いや、このスケの使い方がちょっと上手いですね。さあ、ダメージとしてはほぼ追いついてきましたね。なんで、まあ、ここを抑えれるかどうかみたいなとこあるんですけど、まあ、抑えれなくても耐えたいよね、気合で。OK。OK、これ耐えた。ウッドサップで、でも正直落とされるんですよね、僕。でも相手はホグライダーを完封するのが多分無理だと思うんですよ、僕的にはね。オッケー入ったー。これもファイボード落とせるんで、ここさえ守ったら、オッケー。勝ちっすね。守って、マスケット多分射抜かれないと思うので、その角度だと。よし危ねえ危ねえ。これ、あれっすね、序盤に、なんでこんなダメージ入ったんだっけ。なんか、序盤に、なんかで、ね、めっちゃダメージ入っちゃってましたね。で、そこがめちゃくちゃ痛かった。相手のデッカハークがちょっとね、遅かったですね。よろしくってか、日本人の方めっちゃいる。マジで。でもね、ちょっとエモい話があるんですよ、これ。めちゃくちゃ聞いてほしいんですけど、昨日ですね、この動画が上がってる前日に、クラロア e スポーツ大学生最強決定戦みたいなのがあったんですね。こう、まあ、大学生の、最強を決める。いろんなゲームがあったんですよね。なんか別ゲーとかもあって、それにクラロア部門があったんですけど、なんかその、まあメインとは別にサブコンテンツみたいなのがあったんですよね。その、なんか僕解説をその日務めたんですけど、こう来場した、方々とこう、フレンドバトルをするっていうイベントがあって、こう16人ぐらいかな、の方とさせていただいたんですけど、よいしょ。そう。なんかね、もう結構有名な人と言いますか、なんか、マルチでよく当たるようなね、人とめちゃくちゃ当たったんですよ。なんか、いつもだったら、こう、なんか、なんて言うんですかね。あ、待って、エイムが頑張ってる、これは。相手、俺がいつも使ってるやつですね。
そういつもだったらなんかこう、あなんかこう対戦してたらこうなんかネットだけのつながりといいますか、あまたこの人だみたいな感じなんですけど、いつもマルチでやるこう全然面識なかった人がめちゃくちゃ来たんですよね。なんかマルチ高い人とかそうに会えて、えあの人っすかみたいになって、いつもマルチでめちゃくちゃ当たりますよねみたいなこう話をしてて、でそしたらこうなんかねそこでもこう仲良くなりましたし、今まであんま会話したことない人となれたし、しかもその夜にですよ、そのなんか今日来てくれた人にこう夜でねマッチングしたんですよ。すごくないですか。なんかこう会場でめっちゃマッチングしますよね。でいつも僕これなんで相性そうめっちゃいいんですよねみたいな、たまに出来変えるんですけど、こう誰々さんと会った時だけめっちゃ相性いいんですよねみたいなこう話をしてたら、こうその日の夜にねこうマルチでマッチングして、おっとまさかみたいな感じでこうちょっとね盛り上がれるっていうのがねちょっと楽しかったですね、マジで。そうなんで、こうなんか知ってるけどこうまあクラロワ内でしか知らないみたいな感じだったんですけど、こういざこう会うことができるとこう、あこの人だみたいながあるじゃないですか。なんでこうそうなるとちょっと面白かったですね、僕的には。すごいまあ楽しくクラロをなんか今までよりもやれるようになりましたね。ホングライダー優秀ですねこれは。若干のルート強制が入りの、はい、というわけでちょっとねクララ楽しいなっていう、やっぱこう出会いがあるのは素晴らしいですねっていう、なんか別に特にお酒も何も飲んでないし普通にフリーなんですけど、まあそういうことをねちょっと思うことができましたね。これ毎回ここに5打ってるんでちょっとここありがたいですね。でボムタワーが溶けるぐらい、溶けないか、この本ぐらいだわね、この本ぐらいだわやったらダメ。まあでも相手はウォールブレイカーなので、よいしょ、このダメージさえ防げれば、まあ、逆サイ無視していいですね、ダメージ受けてないんで。よいしょ、まあ最近こうスペルがないデッキっていうのがよくいますからね、まあ、そういうものに対してこれなんか来たら美味しい、来ないか、こう後ろからマスケとか高回転のマスケとかやっぱ強いですね、これ来ますね。よいしょ、うわーその、あー危ね、その矢の目はねうまい、ちょっとこれまあ飛ばしてもあれなんですよね、あれが来るんですよ、正直あれが来る、あれしか分かんないんですけど。よいしょ、これも守りますね、守ったら勝ちだと思うんで、一応ダメージ共有もできますし OK。 よいしょー、ってわけでまあボムタワーね、このホグデッキファイヤーボールなんで結構突破が難しいんですよね。最近、ボムタワーすごい多いんで。まあなんですけど、まあ突破方法としては、まあやっぱ回転が早いので、1周目のホグは、ボムタワーで守られるけど、2周目ですね。アイゴレス系、アイスピー、ウッドで回すと、こう、2周目のホグが回ってきますので、こう2周目のホグを通す。まあまたは、ボムタワー入りのデッキって、結構、遅延スケラのボムタワーとかもあるんですけど、こう、陸受けがあんまないんですよね。ミニペッカとかプリンスとかの、受けがあんまりないので、まあそういったところをそうなんかアイゴレミニペで攻めて咲かすみたいなのもあったりしますね。なんでまあまた来ましたね、ウォールブレイカー。ここはちょっと過剰に防衛してしまったので一回待ちます。あトルネ型ですね、来た。これトルネね、エリゴレじゃないです、あれなんですよね、トルネプラスの。そうこのデッキがねちょっと厄介なんですよね、トルネードとあれが入ってるんですよね、なんとボムタワーで。こういうデッキに対してこうどう立ち回るかっていうのがねまたちょっと難しいんですけど、初めに入ったダメージが大きいですね。まあこれは多分ボムタワーかなと思います。はい、まあまあここは捨てて2周目のホグライダーを通したいんですけど、2周目のホグライダーに対しては必ずトルネードがあるので、まあ言ったらここを、まあ、ミニペッカで刺すみたいな感じかな、言っちゃうと。まあ、リガールんで、マスケから展開して、まあ、あのマジやっちゃうには、ファイを打ちたいけど、まあ、まだ打たなくてもいいかな。ワンチャン始まりでなんか一緒に来たら。わ、そのファイはね、うまい。わ、これね。一回、ちょっと待って、やばい。エイムが今日、やばい、がばい。このマジェチのダメージ抑えていきたいですね。相手はトルネ5を。いや、相手もやん。同じ。これちょっと。仲間ですね。
いや、このダメージ美味しいですね。正直これがないと結構負けるレベルですね。施設プラストルネードってなったらすごい厄介なんですよね。ボムタワー、これ来る。オッケー。端前で止めて、ウッドだけでこのウォールブレイカーを処理できます。まあまあ、ここは、マジやっちゃはしゃあないかな、これ。待って、アイゴレして、今の絶対攻めましたね。バルキリーぐらいかな。オッケーオッケー。こう、マスケットをね、こう、できるだけ残したいですね。マスケット、こう、高め、あ、待って、これ、右と左ずれた。ちょっともったいないんで、残して、リが拾う。で、ホグで、バルキリーを稼ぐ。オッケー。で、トルネかな。はい、でもこれ多分一発入ると、ああ、オッケー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 。これはもうね、撃っちゃいましょう。ボムタワーも壊せますし、この人多分陸受けがバルキリーしかないと思うんで、ミニペックがよく刺さると思います。で、この辺だったらもう正直ファイブ削りぐらいしていきたいけど、これボムタワー咲いた後なんで、多分回ってないと思っての、ホグ、で、トルネードか。オッケー。はいはいはい。まあでもこのミニペッカの受けが多分きついと思うんですよね。これにボムタワーとか咲くと、そう、このミニペッカきついんですよね。そう、相手のきついところでこうしっかり攻めていく。で、ここマスケットが残っている時に攻めて、こっち側にミニペッカとか咲いて、こうね、こうなんか、すごい、いやらしい攻め。もう相手、こう陸の受けがね、きついんで、結構攻めで使いたいウォールブレイカーを守りに使ってる感じですね。よいしょ。相手の弱点をやっぱしっかりつくっていうのが大事になりますね。2周目ホグを通したらいいのか、それとも、ミニペッカを刺したらいいのか、それともマスケットをこう、高め意識して何回も出すのを意識した方がいいのかみたいな。というわけで、この相手の人がね、ちょっと、まあ、ボムタワー、なんか釣れないことが多かったんで、まあ、ラッキー勝利っていうのは若干ありますけど、まあ、相手の弱点をしっかり見つけてね、ついていくっていうのがすごい大事になるかなと。思います。ですので、コウモリめちゃくちゃ出す試合、ミニペッカめちゃくちゃ出す試合、逆にミニペッカを一回も出さない試合とかもね、全然出てくると思いますので、はい、まあその辺ね、こううまく使えれば、より強いんじゃないかなと思います。これなんか上位でめっちゃ流行ってるんで、グラチャレでも、よければ、公開店の皆さん、お使いつつください。では、チャンネル登録と高評価の方もお願いします。コメントもね、ぜひぜひ、どしどしお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。